はい。よろしくお願いします。熱でございます。というわけで皆さん、シングルスの試合でやっぱ攻めたいと思うんですけど、同じぐらい攻められたくない、攻め込まれたくないと思ってると思うんですね。やっぱ先に相手に攻められるよりもニュートラルな状態を保って自分から攻めていきたいと。今日は、えー、攻め込まれないためのストローク、えー、配球であったり、打ち方であったりというところをご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではこういう感じで元関西大手テニススクールでジュニア育成部門のヘッドコーチだった私が全国トップレベルのジュニアから老涌谷の一般のテニスプレイヤーの子 たくさん使用させていただいた経験を活かしてあ、これだとちょっと明日も転出してみようかなとシングルスやってみようと攻め込ませへんでと思ってもらえるような動画作りを目指していますので気に入っていただいた方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いしますでは行ってみましょうどうぞ はいいよろししくお願いしまき今日は、えー、相手に攻め込まれないストロークというところでちょっといろいろやり方をご紹介していこうと思います、まあ、主にシングルスなんですけど相手にじゃあ攻められやすいボールというのはじゃあどういうボールなのかというところを最初に、えー、2つね大きな2つチェックしたいと思いますまず一番イメージが湧くのは、えー、浅くなるボールですよねしっかり打っているのに、えー、ボールが、えー、短くなってしまうとこういうボールはやっぱり相手に攻め込まれやすいと思います。もう1つ大事なのはは、えー、低くて速いいボール、はい えー、ちょっと言葉を出すと、適度に低くて、適度に速いボール、これが一番相手からするとちょうど、えー、踏み込んだところにボールが来ますので、すごく打ちやすいボールにねなってしまいますしっかり打ってるんだけど、えー、適度に浅く、そして適度に低く、適度にスピードがあると。はい こういうボールを打ってしまうと、一番相手からしても、えー、ラケット面を合わせやすい、しかも体重を乗せやすいところにボールがいってしまうので、えー、攻め込まれるということになります。はい。では、一番、えー、解決策として、えー、解決策としてシンプルな方法をね、えー、一つご紹介すると、まず、今の逆をいきますね。軌道が高い。はい。適度に軌道が高くて、適度にその後、えー、弾むボール。はい。これが一番相手からすると、えー、取りにくいところにボールがい、えー、きます。ですから、 同じ打つんでも、低くて、普通にこう気持ちよく打つのではなくて、気持ち軌道をはい上げてあげます。気持ち軌道を上げる。特にストレートとかね、打つときは、どうしてもこう気持ちよくパーンと打ってしまいがちなんですけど、そこでもあえて少し軌道を高くとって、プレーすることによって、これ2ついい効果があります。まず1つは、 相手もしっかり打っていかないといいボールがいかないというところですね、先ほどの低くて速いボールは体重が乗せやすい、また相手のボールの力を借りて打つのでスピード出やすいんですけど、少し緩めの軌道で飛んできますから、自分からしっかり打たなきゃいけないと、相手にちょっとこう、仕事をね、1つこう追加させて、ミスするかもしれないし、もしかすると打ち抜けないかもしれないと、はい、そういう効果があります。もう1つは ボールが少しゆっくり行きますよね。低くて速いボールよりも少しゆっくりいくので、自分が次の体勢を整える時間を作ることができると。はい。ここのところがまず第一段階で、ねえー、すごく大事になります。そして2番目は、今のと似てるんですけど、ボールに回転をかけます。はい。ボールに回転をかけることで、 同じ風に飛んでいっても、滞空時間がね、少し長くなります。こう、シュルシュルシュルっていう感じで飛んでいくので、滞空時間が長くなるので、まあ、先ほどと同じ効果ですよね。自分が守る時間を稼げるし、相手もその回転に負けないように打っていかなきゃいけないので、少し相手にもう一個、大きな仕事をさせることができる。あともう一つ、回転のいいところは、スピンだとバウンド後に弾みます。弾むので、相手のストライクゾーンよりも高いところですね。力が入りにくいところにボールを送れる。また、スライスだと低く滑っていきますから、 相手のストライクゾーンよりも低いところですね、ネットよりもかなり低い打点で取らせて、相手の有効打を避けると、はい、この2つの、ね、やり方があります、はい。トップスピンをかけて、ボールを打つことで、はい、特にこの、ね、ストレートに打つときは、ちょっと回転をかけて打つことで,そうです、ね、相手の打ちにくいところにボールを送ることができますし、えー、スライスはまあ主にバックが、ね、多くなると思いますけど、 回転をしっかりかけてはい低く弾ますそれから体空時間をねしっかり持たすことによって自分の次の守備力を上げますはいここまではね結構聞いたことがあると思いますここから、えー、もう ちょっと次のステップに、ね、行きたいと思いますやっぱり相手にこう攻め込まれるそのきっかけっていうのは相手のストレートショットだと思います相手がストレートに打ってきたそれ攻撃の始まりですよねそこでうまくリセットできるとその後畳みかけられることはありませんここでね結構注意が必要になります一番良くない例としては相手がストレートに打ってきましたこの状態で返したボールが 真ん中付近に帰ってしまうと。これが一番今度相手得意なフォアハンドで、オープンコートを突かれてしまうことになるので、今のボールに対してまず一番必要なのは、しっかりクロスにね、返す。これがまず一つのポイントになります。ストレートに来た。しっかり、クロスに返していくところですね。まずはここのコントロールをしっかりとしましょう。あと、どうしても、 相手のいいボールが来るとクロスに返せるのが本当は理想なんですけどどうしてもこうボールの外側にラケットを入れていくのがきつかったりとかあと自分の体勢がちょっと悪くなってしまってクロスになんとか持っていけるんだけど弱いクロスになってそれだとストレートに打たれてしまうなという場合はもう一度ストレートにね返球していくという方法もあります。もう一度ストトレートに返球して 返、えー、ってきたボールに対して、えー、自分がアクションを起こしていくという形も、ね、あります。これ、えー、イメージを、ね、しっかりと、えー、持ってもらうと相手が、まあ、回り込みかバックハンドのストレートでストレートに展開をしてますとでその状態に対して、えー、自分がちょっと危ない場面にあるんですけどその相手のいいボールに対して、えー、ストレートに打つことでもう一度相手のバックを、えー、狙うことになります。相手は バックハンドを処理しに行った後そのままあそこにいるかというとセンターに戻ろうとした相手のバックハンドにもう1回持っていって今度は相手のバックのクロスを引き出して自分は回り込みのフォアハンドで打っていくというパターンですねこういういパターンに持っていけるといいと思います。来たのをストトレーーに返球返ってきたボールを回り込んで えー、打っていくと、えーまあ、こういう形に、ねえー、持っていけるといいと思います。これはバックサイドでも同じです。いいストレートが来たら、まずは、えー、クロス方向ですね。こういうディフェンスを浅くならないようにしっかりやるのが一つなんですけど、えー、もう一つとしては、このボールに対して、ストレートに切り返して、で、オープンコートに来たやつを、はい、また自分のボールとしてこう攻めていくと。はい。 ストレートに対して持っておくと攻め込まれないバリエーションが、ね、しっかり出ると思います。クロスだけだとやっぱり読まれてしまうし走っていてクロスしかパフォーマンスがないとどうしても、ね、先にも体が開いてしまって相手にもこうクロスだなというのが分かってしまうのでストレートもたまに混ぜながらやると結構、相手の浅いボールを、ね、引き出せたりします。 はい、続いて、もう1個、えー、今度はこのポジショニングの話に行、ね、きたいと思います、まあえー。相手に攻め込まれないとなると下がるのかなというイメージが、ねえー、強いと思います。下がると攻め込まれにくいのかなと思いますけど、えー、一番大事なのは自分でこのポジションを、えー、選択を、えー、することです。相相手手ののののボボーールル影影響響で、で、ああ下がっっちゃったとか、 詰まったま,まこま、足が動かないとか、こういうのがね、えー、よくないです。例えば、えー、相手のボールがちょっと深いと、えー、深いボールが来て、お下げられた、あ下げられたってこう下がったまんまだと、ドロップショットくる,るかもしれないし、えー、今だったらアングルが空いているので、アングルに持っていかれる、はい、鋭角なクロスにくるかもしれない。もう一個は、えー、相手のボールが深いと、深い、下がりたいけど下がれない、たたーんみたいな感じで、えー、動けない動き、えー、動きたいけど動けなかったっていうパターンですね。これも え次相手ににめられるえ原因になります、はい、今の深いボールに対して、下がってしっかり打つとか、あえて下がらずにしっかり打つとか、正解はえなく、どちらでもいいんですけど、大事なのは自分でこれは下がらないとか、えー、これはあえて下がるとかっていう,こう選択をして動くこと、はい、これが大事になります。例えば深いボールね、えー、下がって取るんだったら、あえて下がってしっかり打ち返して対応する。 はい、で自分でライジング得意だし、えー、サーフェイスが例えば速いとかで、えー、例えばライジング自分が、えー、して、えー、下がらないよと今日はもうはそのプレーで行くんだと決めているのであればあえてぐっと下がらずに、はい、こういう形でディフェンスをするとか、はい、こういう感じで自分でこう選択することが大事です良くないのは自分で下がった自分で下がらないではなく下げられるとか下がれないとか。 はい、こういう動きを取ってしまうと、えー、ショット自体が不安定になって体重が乗らない、パワーが乗らないので、次相手に攻められることになりますから、しっかりと自分でポジションを選択して、えー、動いていくと、はい、ここのところ、えー、大事にしましょう。で、最後ですね、えー、カウンターショットです。やっぱり相手にとって、えー、怖いのは、攻め込んでるんだけど、一発カウンターが飛んでくるっていうのは、やっぱすごく怖いですから、例えば横に振られたときなんかに、一発、バーンとこうね、速、えー、いボールをこう見せれると。 はい、これはストレートでも、ね、クロスでもいいと思います。はい、こういう感じで振られて速、えー、いボールが、えー、出るような感じにしておくと、まあ、相手からすると、ね、こう中途半端に攻めてしまうと、えー、カウンターが来るなと、はい、こ向こうが攻めるときにもオープンコートができても低くて速いボールを打っちゃうとカウンターが来るから、えー、ここはどうやって攻めようという感じでこう考えさせる、えー、それだけでも相手の、ねえー、攻めをしっかりと止めることができます。 整理すると攻め込まれないためにはまず低くて速いボール適度に低くて適度に速いボールと浅いボールは打たないようにしましょうというところです対策としては軌道を少し上げていくそれから回転を使っていくというところで、ね、ここをまずボールのとしては大切にするといいと思いますそれから相手のストレートへの攻撃これに対してどういうリアクションを取っていくかというのは大事になりますのでまずはしっかりクロスという選択肢それから逆を突いてストレートに打つことで 攻め込まれないような状況を作ることもできるので、まあ、クロスとストレート、えー、両方持っておきましょうというところそれからポジショニングのところであえて自分から下がるとかあえて下がらないとか、えー、そういう動きを、ね、自分から取ってあげるここすごく大事だと思いますので、えー、下がれないんじゃなくて、はいえー、下がらない。はい そううい選択ですよね下がれないのは良くないけどあえて下がらないこれだったら、えー、OK ですので、えー、必ず自分で下がるのか下がらないのかそのあたりの選択を取れるといいと思いますで最後はやっぱり一発ねこうカウンターショットこれがあるのとないのとで大違いですからただ振られるだけじゃなくて振られて走りながらちょうど壺にはまった時は、えー、力強いボールを打っていくまた打てるようにしておくことで相手の、ね、攻めをかわすことができるようになります。ややっっぱぱりり、ね、相手にこう攻め込まれるいいいううのののはは気分ではないですのでなす今日こ ちょっと気をつけると相手が攻め込みにくいなと感じる選手になれると思いますので頑張ってみてください。